どうもチャップです。フォートナイトをプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、フォートナイトとあの有名なアベンジャーズがねコラボしているよっていうのをね動画のメインとしてやっていきたいと思います。それでですね、コラボイベントとして限定のね、期間限定のエンドゲームっていうねモードが出ているんで、それを今回やってきたわけなんですけれども、ほら見てください、みんなねアベンジャーズのキャラなれるんですよ。キャプテンアメリカとかマイティーソーとかアイアンマンとか、いっちゃん左の弓持ってる人誰かわからん。まあいろいろなれるわけなんですよ。かの有名なね、アベンジャーズですから、エンドゲームっていう映画ですね、今ちょうど公開されてますやん。めちゃくちゃ人気ですやん。もうキャプテンアメリカとか盾投げれますからね、めちゃくちゃ最高やんっていうのをね伝えたかったわけ。それでねこうやっていろいろほらほらなんかミッションクリアしたら経験値もらえたり、アベンジャーズのシールとかもらえるんで、みんな頑張ってやってくださいっていうのがね、もうほんまにもうアベンジャーズなんですよ。もう言いたいことは簡単、アベンジャーズなんです。ほんでそれのこの限定モードがこのスクワットモードですね。なんかいろいろ宝石を集めるのかな、1回だけやったんですけどね、まあよくわからないんで、ゲームの内容あんまり理解してませんけどね、とりあえず動画の中で理解していこうと思います。はい、ということでね頑張っていきましょうか。ほらやつの軍勢サノスが来るんですよ、ゴリラみたいなね。ほんで右にねなんかカラフルなさ、ダイヤモンド型の緑紫赤オレンジ水色黄色ってついてるじゃないですか。それがなんちゃらこうちゃらやと思うんですよ。もう全く理解できてないけどな。なんか諦めへかったかねんて、宝の地図をたどってなんかサノス倒そうぜっていうことですよ。なんか宝石集められるみたいですね。で右になんか91って書いてんの、あれは何でしょうかね、かける91って、ほんまにわからないんだよ。ということでね、宝の地図を開けて、これでね、あれアベンジャーズのねスーパーヒーローになれるアイテムが多分取れるんですよ。皆さん見ててくださいね、ほら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 、これ層、ほら層のほらアイスクリームの層ちゃいますよ、見てください、これほら層のストームブレイカー、こうやってね殴ったり攻撃できるんですよ。でね、アックスも投げれるということで、ジャンプしちゃったら敵にこう追尾する攻撃できる。これ皆さんほんまめっちゃ強いから、このマイティーソーのやつめちゃくちゃマイティーソーやんってなるもん。ほら見て、殴ることができる強さ。これね、アベンジャーの盾があるって、どこその盾、740何メートル、ちょっと遠いなそれ、盾遠いなそれ、ほんと、あ、これ敵じゃない、味方でしょうかな。キャプテンアメリカのシールドが欲しい、キャプテンアメリカのシールド、あ、なくなったか、キャプテンアメリカのシールドなくなった。そうなんですよ、いろいろあるからさ、取っていきたい宝のシールドをね、とりあえずね見つけたいわけなんですよ。宝の地図を何個か見つけたらいい。あ、ここになんか黄色の石が、あの姿を表すっていう。それをどうにかするんかな、わからん。あ、待って、マイティーソー。マイティーソーが定期的にやけど、1000メートルとかさ、めちゃくさ遠いぞ、それ。誰かな、青の人がつけてくれたんかな。あ、なくなりましたね、マイティーソーね。僕はちょっと今、マイティーソーしかないんですよ。マイティーソーはなくなってないけど、足が速い。足速いんですね。なんかサノスが来たって、ゴリラを芝居したらいいのか。ちょっとあんまよくわかんないんですけど、とりあえず、ちょっとこれ、めっちゃ強いよ、これ。でもね、キャプテンアメリカのシールド取ったらね、シールド投げるだけでね、敵一瞬で溶かせれるっていうね、ほんま、もう皆さん、めちゃくちゃ強いよ。僕、マイティーソーにしか慣れてないけどね。どこにちょっと宝箱とかあんねやろ、宝の地図とか、なんか宝物とか、でも音が聞こえないんですよね。僕、マイティーソーでなんか一人で、なんかマイティーソーやなーって遊んでるだけやね。あ、アイアンマンなれるぞ。あ、200メートル、これ、ちょっと待って、青の人、アイアンマンなれんちゃう、ここある、もしかしてさ、ここアイアンマンなれちゃう、これ取れるかな、僕、アイアンマンにしてほしい。あとちょっと、ちょっと、こう、ミカンととのバトル、アイアンマンのこの奪い合いね。どっちが先にアイアンマンなるか、待て、木材たまんの、あ、いや。ほら、アイアンマン、そこにアイアンマンおる、アイアンマン、アイアンマン、アイアンマン、イエーイ。よーし、これでアイアンマンなれましたね。でね、手だけなんですけどね、こうやって空飛べるんですよ。いや、そこにもあんのかい。ほら、アイアンマンね、空を飛べるわけなんですよ。でね、弾を撃てるんですけど、こう真ん中のね、多分青い標準内に敵が入ったら勝手に弾追尾しますね。もうめっちゃ強いから。ほんと強いんですよ。全体的にインフィニティっていうんだけ分かってもらえたらいいんですが、なんかあれないかな、キャプテンアメリカなりたいんですけどね、もうこれ喋ってるだけやから。でもスーパーヒーローっぽいでしょ、でこれ飛んでこうマイティーソーってできますから、マイティーソーって。マイティーソーって聞いたらね、僕だけかもしれんけど、めっちゃマイティーモーを思い出すっていうね、
サムハンフックス、サムワンフックか、来るぞっていうことなんですよ。マイティーモー、待て、宝の地というか木材とかめっちゃ集まってんじゃん。すごいですね。で、敵の人がいないんですよね。どっか、あ、いいぞ、見てください、これ勝手に追尾してますから、ほら、勝手に追尾してるでしょ、ほら、こういうことができるわけなんですよ。これが強い、待って、あれもあれや。あれもあれちゃう、あれも僕と一緒のお友達ちゃう、めちゃくちゃ敵おる。これはもう無理。帰りましょうかね。一応建築もできますからね。まあね、近接をされてしまえば、僕にはこのマイティーソーがありますから。売ってる？おいたい、なになに、誰？近くにおる？あ、おるな、そこ。ここマイティーモーしちゃったらいいんですよ。はい、マイティーモーで、はい、マイティーモー、どこ行った？ん？飛んでいった？あ、そこにいますね。アリーヌ人が降りてきた瞬間にマイティーモーしちゃって、マイティーモー、マイティー、あれできへんぞ、マイティーモー、マイティーモー、マイティーモー、あ、よく見た、伸びた。で、アイアンマンで回避。マイティーモーしてから、あ、これキュー取れそう。イエーイ、取れたけど僕の体ボロボロ。で、自動追尾するでしょ。それはいいんですけど、僕の体がね、誰が見ても分かるぐらいボロボロなん、これ。体がやばいぞーっていうことで、無限にスポーンできんのかな、あんまよく分かってないんですけども、まあ、とりあえず出てきないようにしましょうか。ほら見て、勝手に追尾してるでしょ。ほらアイアンマンもね、バリツーなんですよ。でもね、僕早くね、キャプテンアメリカになりたいんですよ。これルール分からんねんけど。みんなあれやね、この空飛ぶマシーンになれるアイテムがよく追ってますね。空飛ぶマシーン、アイアンマンね、アイアンマンになれるわけなんですけれども、これさ、なんか、回復アイテムない、もう僕、ボロボロやねんけど。もう体が持ちまへんでってなってますね。あ、ここに焚き火とかない、焚き火だ、あるやん、ちょっと飛びすぎや、アイアンマンやからか知らんけど、めっちゃ飛ぶ。あ、ありましたね。まあ、とりあえずアベンジャーズ楽しいなっていうのがね、伝ったらいいんですよね。で、これをつけましょうか。私、ボロボロですからね、ほんまに。こうやって剣振っときます、こうやって。怖いこと。あ、でも、全然回復はしないですね。やっぱ体力が多い分ね。なんか気持ち程度の、まあ、なんやろな、温泉入って、あ、気持ちいいなーぐらいですね。お、タイムストーンがもうすぐその姿を現す。あ、緑の。あれをな、あ、あれをサノスにパチクられたあかんっていうのが、あれなんかな。モードなんでしょうかね。おー、これ、ホークアイの弓。あ、これか。あ、待って、何々？誰？味方の人？お、びっくりしたやん。ホークアイって何？あ、な、何今のかっこいい？え？グラップルアローって何？あ、引っ付けんねや。グラップルアローでやってから、こうやってホークアイってするのか。こうやってホークアイって。あ、グラップルアロー、あ、グラップアローで、こうやって引っ付いてから、ホークアイってするのか。ホークアイって。よくわからないですけどね。なんか鋼の錬金術師にもこのホークアイみたいな、知りませんでした？トマト潰されてるやん。あ、マルカちゃん、いける、援護するな。あれ、キャプテンアメリカのいいシード持ってる人や。これ、いいシード持ってる人やで、これ、間違いない。当たってんのか、これ。当たってんのか。よし、いいぞ。待って、違う人もおるくない？いける、キャプテンアメリカ。待って、キャプテンアメリカちょっと強すぎやな、この銃。え？これめちゃくちゃ強くない？これ誰が撃ってんの、僕の。誰？あ、敵おるやん、敵。普通におるやん、普通に。誰が見て、あ、やばい、待て、ここでヒーロー負けたらあかん。ここで ヒーローが負けてもうたわ。バイバーイってこと。あ、でもリスポーンできるんですね。でも、アイテムが全部落下するとかかな。フラッピーよって、あ、アイテム持ったままですやん。あ、無限リスポーンできんねや。それは喜びですね。なるほどね。じゃ、フォークアイでちょっと戦ってもよかったですね。まあね、分かってもらった通りね、アイアンマンがめっちゃ強い。僕、あとキャプテンアメリカになりたいんですけど、全然キャプテンアメリカになれませんよね。あ、ここにおるな。これ僕がやってた人ちゃう？これ、ちゃう人かな？お、逃げてたか？逃げてた。あ、見てください。でもこの追尾力。ほんでね、それちょっと落ちるの遅いんですよ。落ちるの遅い、分かんないけど。ちょっとホークアイのこれを当ててみたいんですけど、ちょっとホークアイ、ん？どこ行った？ん？いなくなった。あ、ほんと、あの人かな？ホークアイをね、ちょっと当ててみたいんですけど、これ、まあまあ、エイムむずない。フォークアイめちゃむずいですよね。ちょっとアイアンマンで空飛んで、あの人ね、追尾しまして、あ、ロックオンしてる。この空中に行かれてたらな、もうちょっとシンプルにアイアンマンやなっていうことしかできないんでね。アイアンマンやなって、あ、アイアンマンやなって、あ、フォークアイ取る気？フォークアイやっちゃう？フォークアイ、これなんかダメージある？あ、それはないの？うん、ありがとう。あれ、どっか行っちゃいましたね。おった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 お
ホークアイよな。あ、何何、あ、これ、あ、あれ、敵や、あれ、敵や、あれ、敵や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 、ちょ、ホークアイしましょうか。ホークアイ、待って、ひっついてもうたやん。ホークアイ、ホークアイ、あ、あ、ん？ホークアイ、ん？ホークアイ、あ、いないの。あ、出てきましたね。ちょっとね、ホークアイを当てたいんですよ。ホークアイ、ホークアイ、お、ホーク、ホークアイ、お、待って、むずい、ホーク、ん？ホーク、ホーク、ホークアイの意味はめちゃくちゃ無理。誰が見ても難しいやつですやん。でもキャプテンアメリカの盾がないのがね、僕は悲しみなんですよ。あ、このあれか、赤い宝石守ったらいいのかな、もしかして。そういうルールなんかな。うん、なんかほんまなんか誰か撃たれてるぞ僕。危ないなこれ。あ、消えたぞ。あ、インフィニティガントレット。あ、敵取られてるのか。あ、やばいぞ。マイティーソー行こう。マイティーソー、マイティーソー。いや、どこ行っとんねん。ファイアンマンで飛んで、アイアンマンで飛んで、待て、マイティーソーは？敵の人がどっかでマイティーソーしてると思う。あ、ここいますやん。マイティーソーって、ちょっと待って、ぶっ飛びすぎてやばいっていうな。これマイティーソー、マイティーソー、まあまあ、あ、やばい、キャプテンアメリカしてるやん、キャプテンアメリカしてる。なんとこれ、マイティー、あ、待て、マイティーモーしちゃう。マイティーモー、マイティー、あ、マイティー、あ、これ飛ばれたらちょっとやばい、マイティーモー。当たったら強いですね。まあ皆さん、こういうことができるわけ。あれやな、アイアンマンが一番もしかしたら強い。あ、ライバル来た。あ、やばい、ライバル来た。あ、サノスや、サノス。やばい、サノス。サノスバリ強いやん。あ、これ、待て。サノスバリ強いとか言ってたらさ、これラストターンになったらさ、これリスポーンできへんやつじゃん。あ、待て。リスポーンできへんやん。はい、ということでですね、なんかサノスにもなれましたね。これが親玉ですね。サノスの親玉。ほら、真っ赤にゴリラマークついてるでしょ。めっちゃえげつない勢いでいってますやん。このサノスベイビーはね、こうやってね、レーザービームを打ってですね、このチャージャーでもできるんですよ。バナナおるやん、これ。ほら、分かってたでしょ。これ、溜めてドーンってできるわけ。全然当たってなくない。当たったんかな、これ。あ、倒せた。やられてるやん。ということで、サノスベイビーは、チュン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 っていうレーザービームと、溜めて打つね、キャノン砲も打てるっていうことなんですよ。もうそれだけ分かってもらえたらいいかな。うん、キャプテンアメリカ見せようと思ったらさ、普通にサノスになってさ、しかもやられてるっていうね、僕そういう現状なんですよ。うわー、ここに、あー、弓矢使ってる人いますね。じゃあこの弓矢星人とちょっと戦ってみましょうか。すごい綺麗な動きしてる。よい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 よ。で、これ溜めれる技もありますか。溜めて打つ、こうほらね、すごいでしょ。溜めて打つみたいな、ほら、溜めて溜めて溜めて、はい打つみたいな、溜めて溜めて溜めて、はい打つみたいな。溜めて溜めて、あ、撃つみたいな。お、すごい、倒せる倒せる、ヒーロー倒せる。イエーイ、味方の人ナイスです。イエーイ、ナイスナイスナイス。という、まあこうやってサノスで遊べますよっていうやつですね。じゃあ次はね、次こそキャプテンアメリカ行きますわ。はい、ということで皆さんお待たせしました。やっとね、キャプテンアメリカを手に入れたんですよ。めっちゃ強いから、これ見てほしい、ぜひとも。こうやってね、シールドでガードできるのと、これシュッてね、このフライパンみたいなの投げるんですよ、このフライパンの盾をね。でもね、このフライパンの盾投げるのがめっちゃ強い。見ててくださいよ皆さん、これシュッて適当に投げたらね、敵を勝手に追尾してね、倒してくれる。あ、そこ、あ、サノスおんなーって思うっしょ。で、オルスなーってシュッて投げるっしょ。で、一発当たるでしょ。あ、まだサノスおんなーって投げるでしょ。これ2発当たっただけで倒せますから、シューンって投げて、はい、終わりと。めっちゃ強いでしょこれ。もうキャプテンアメリカ強すぎ問題ですよ。ファイシューン。強すぎ笑ったっていうね、これを僕は皆さんに見せたかったんですよ。ぜひともね、このエンドゲームするときはキャプテンアメリカ狙ったらいいと思う。めっちゃ強い、あそこんなと思ってシューって投げるでしょ。で、当たりますから、もう跳ね返りまくるんですけど、もうね、誰が見ても強い。どこおらん？なんか最後、一人ぐらい、あ、そこいますねって見るっしょ。シューンって投げるわけ。で、自動追尾。あ、シューンって入ってきて、シューンって投げる。全然当たれへん。あ、これ適当にでも投げたったらいいんですよ。あ、おんなーってね、やられましたね。キャプテンアメリカ、シスということでね、終わりにしましょうか。もうほんまにね、エンドゲーム面白いんで、皆さん、アベンジャーズ見て、フォートナイトでもアベンジャーズ楽しんでください。ということで、終わりにしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。バイバーイ。